サー・オブ・アラップは、イギリスの構造家。デンマーク系イギリス人。エンジニアリング会社の大手、アラップの創設者。ロンドン動物園の、ペンギンプールシドニー・オペラハウスイギリスの、ニューカッス,スル・アポンタインで、デンマーク領事の子として生まれた。1922年に、コペンハーゲンの大学で工学の学士号を習得。この時、哲学も学ぶ。その後、 デンマーク工科大学で土木工学を専攻する。卒業後、デンマークのクリスチアニアンド・ニールセン建設会社に就職。1925年、ロンドン支店配属。最初、土木関係の仕事に従事するが、関心を次第に建築に移し、ロンドンでリューベトキンとハイポイントの設計を行う。ロンドン動物園のペンギンプールとゴリラ館。 フィンズバリーヘルスセンターでは、コンクリート構造の新しいアイデアを採用し、コンクリート体力壁の利用に宣伝をつけた。戦前はその他集合住宅ハイポイントワン、戦中は防衛プロジェクトに尽力した。彼独自の共同作業法は、難解な構造問題解決への新鮮なアプローチとして受け止められ、イギリス内外の一流の建築家との共同作業も多くなっている。 シドニーオペラハウス設計に際してのウッドンとの仕事などがその恒例と言える。1963年にはフィリップ・ドーソン、ロナルド・ホップスらを主要メンバーとする建築家と工学技術者の連携組織アラップ・アソシエーツを結成する。多彩な専門家からなるこのチームの目的は分裂した専門家の間に 密接な協力関係を確立するところにあった。彼らの仕事には、ブラックネルのポイントロイヤル、ケンブリッジのコルブスクリスティカレッジ、オックスフォードのソマービルの建物、バーミンガム大学の工学、夜勤学科研究所、ダックスフォードの千葉社の建物、そして、ウェルウィンのスミスクラインフレンチ会社がある。アラップアソシエイツは現在では、世界37カ国に拠点を置く構造。 設計事務所アラップとなり、ポンピドゥセンター、関西国際空港ターミナルビル、30セントメリーアクス、北京国家体育場など多くの建設プロジェクトの構造設計を手掛けている。ありがとうございます。